こんにちは、木下優香です。今日はいつも応援してくださっている皆様に報告があります。私、木下優香、この度事務所に所属します。イエーイはい、何度目っていう声が聞こえてきます。うんうん、とりどりね、フリー事務所にちょっとサポートをお願いしてる時期で、またフリーを経て、今回私がお世話になる事務所はビットスターでーす。イエーイ。はい、というわけでビットスターに所属させていただきます。なんでこんなに何度も退所したり入所したりするのかっていうと、まあ別にね、いちいち揉めたりしてるわけではないんですよ。まあ、自分の求めてるものと違ったり、まあ嘘をつかれていたり、まあそういうことが積もり積もって、まあ、退所するという選択になってしまうわけですね。でも別に事務所が悪いって言ってるわけではもちろんないんですよ。私の勝手なわがままな要求を満たせてないというだけなので。フリーはね、私はね、もうね、向いてないです。わかりました。まあ、あれは自分のことを、まあ、把握、掌握している人ができることかなと思うんですよ。で、私のように自分のやりたいことだけをやりたい人には向いてないんじゃないかなと思うんですよ。あと、個人プレイが楽です。で、私はね、人にね、お願いしたりするのがね、苦手なんですよね。で、なんかもう人に頼むなら、もう自分で全部やった方が楽なんですよ。だからまあ、フリーと言っても、本当にたった一人でフリーになるんだったら、それで、まあ、ならできたかもしれん。まあでも、ちょっと、今の感じになってくると、ちょっとね、さすがに、昔だったら自分の身の回りのことを自分でやれるので、まあできたかなと思うんやけど、のんちゃん、やめてくださいこれ今となるとね、まあ、やっぱり YouTube の事情とかも変わってきまして、このいろいろとね、やることが増えたんですよ、昔に比べるとね。まあ、事務所にもさ、頼んだりすることは当然ありますよ。まあ、でも事務所の場合って極端に突き詰めると、まあお互いの損得で成り立ってるかなと思うんですよ。私が退所したように、それが成り立たなくなれば退所するなり解雇されるなりなるわけですよね。まあでも、もちろん事務所に所属したらその事務所を絶対にプラスにしたいと思うから、それはそれで頑張るんですけど、まあ、だからそっちの方が楽、気楽なんですよね。人となりが近すぎると私には向かんのかなと思います。はい、でというわけでですね、これからビットスター所属となります。で、お手紙などの住所、お仕事のお問い合わせなどが変わります。でもね、まあ変わるのは正直それぐらいです。やりたいこととか思ってることがね、変わるわけではないので、何が変わるというわけではないです。でも、できることは増えるかなと思います。はい、これからも見守っていただけると嬉しいです。ビットスター所属の木下優香をよろしくお願いします。